はい、じゃあ撮ってるんですけど撮ってるんですけど、今回は俺のケツばっかり映すなよ今回はその俺がもう自分このブラックビューティーっていうスネアが欲しくて欲しくてしょうがないんだけど買えないわけじゃないですかね。だからちょっとせっかくだから持ってる人に借りてちょっと叩きまくりたいなっていうね。でチューニングもちょっと変えていい？どうぞどうぞ。マジですか、ありがとうありがとう。どれですかね、そしたら。あ、いやいや、全然あの、いくか、ちょうだいちょうだいあの、なんならブラックビューティーどころかそのこのトッシーセッティングをさちょっと楽しんでみたいわけですよ、僕からしたら。なるほどね、じゃあちょっと触ってみてもいいですか、早速。はい、どうぞどうぞ。詰まったからやめたけどああなるほどね、もうなんかね全体が見えてきた。はいはいはい、面白いなと思ったのはあんまりオープンしないんだね。そうですね、ここもうしっかりボトムと噛むように、はい、うん、かなりオープンしてクローズ気味にセッティングしてあるなっていうのが面白い。ここもやっぱこだわりだよね。そうですね、うん、やっぱり薄いシンバルで薄いというかちっちゃいシンバルなんで、うんうんうん、開きすぎるとうるさいんですよね。で開きすぎると口径がちっちゃいから揺れる量が少ないんで、はいはいはい、干渉しないんですよ上と下で。なるほど、うん、っていうのがあるんで。面白い面白い。結局なんかもともともっと開けたんですけど、うん、開けない方のセッティングにというか、踏んだ時にちゃんと閉まればそれでいいかなみたいな感じのセッティングにはなりました、ね、うんうんうん、はいはいはい、はい、ありがとう。でやっぱねオムニがいい。オムニすごい。これ音めっちゃ気持ちいいよね。いや衝撃でしたよね、その存在知った時というか、うんうんうん、こんなコンセプトのシンバル今まで本当になかったよなっていうのが。なんかさ見た目すごい珍しいけどさ耳なじ触りがいいじゃん。そうですね、音的に、はい、嫌味な音がしないっていうかさ、しないですね、普通に気持ちいい音が。でも見た目こんな個性的じゃん、うん。これやっぱドライな音がするんだけど、ね、全然こうライド的に使えるっていうのは、だからちょっと俺なんだろう、企画としてはブラックビューティーを叩くっていうより俺がトッシー君セッティングを叩くみたいなさ、ね、企画になってるけど、うん、なんか楽しいからいいわで、このティンパです。確かに馴染むわな、うん、
全然あって不思議じゃないっていうかさ、うんうん、だからなんでそれをみんな使わないんだろうなみたいなのは思ってたっていうのはやっぱりそこっすね。多分気づいてないね、この良さに。シンプルに、うん、これをね、多分ずっとやり続けてずっと言い続けていったらみんなこれ使うようになる。あ、うん、多分本当にまだみんな気づいてないだけだと思う、この面白さに、うん、ね、こんだけ使いやすいからさ。そうですね、うん、あ、いいね、いいね、いいね、これは面白いわ。そうで、やっぱこれは王道だね。なんか王道なイメージ、あ、安定、安定で王道。なんだろう、ケージルジャンを叩いてるようなプロの音っていうさ、なんかわかる。あ、これ高いシンバル、いいシンバルってこういう音するよねっていう安定感と安心感、うん、のある音、まあ、特にこうエッジでね。そのクラッシュみたいな音がするライドとして、うん、その普通のライドとして売られてるんですけど、うん、僕はそれクラッシュライドとしての性能すごい高いと思ってて、めっちゃ、うん、こっち気持ちいいもん。そうですよね、ちょっともうちょっと、そうそうそう、もうなんならこれ主役じゃないくらいのさ。そうです、そうです、うん、あの分厚いライドを叩くとさ、ゴワンゴワンしちゃうじゃん。そうなんですよ。そう、それはやっぱ、俺もライドを刻む側の人間としてはライドをエッジで刻むっていうのはなんか俺の好きなジャンル的に全然あるからよくやるんだけど、それをやる側の人間としてはやっぱこれくらいがいいのよ、うん、これくらいならあんま、なんだろう、いい意味でこう馴染むってバンドサウンドにもさ、あの、浮かないじゃん、クラッシュってかエッジで打ってても、はいはい、ね、クラッシュとしての使い方をしても、そうそう、いやー、これは面白いわ、うんうん、素晴らしいですね。これさ、穴開いてるじゃん。はい、これは、直したってこと。割れました、あ、割れたのを、ちょっとこういう模様っぽく、いや、割れた、職人さんに頼んで割れ止めっていう加工をしてもらったんですけど。ああ、そうなんだ、はい、すごいなんか、ね、デザインっぽくなってるよね。そうなんですよ、なんか最初はすごい正直その割れちゃったのも嫌だったんですけど、うん、まあでもなんか終わってみれば、まあ、気をつければ問題ないことですし、うんうん、まあ、ある種の戒めですよね、割らないぞっていう。確かに、いや素晴らしい、これめっちゃいいで、オゾン、オゾン、オゾン、はい、最初にさ、ちょっとオーゾーンだけでさ、はいはい、刻んで、その後ちょっとここら辺混ぜながら打ったんだけど、確かにここ単体で聞くと、もうちょっとサスティン欲しいなとかね、そうですよね、逆に。ちょっと寂しい。うん、うん。でも全体でやると、馴染んでる。で、ね、全然、違和感がない、浮かない。うん、そうだね、全然違和感がなく馴染んでくるから、単体で使うよりはやっぱこう線全体で、そうですね、うん、使うのが気持ちいいんだろうな。はまってるね。そうなんですよ、なんかこれはもうここの組み合わせのためだけにあるようなさ、本当にそうですね、うん、マジでなんかそれだけ持ってっても、最初チャイナ的な使い方をしようと思って、あー、なるほど、それだけスタジオに持ってった時期があったんですけど、うんうんうん、まあ、音が合わねえと、うん、っていうことで、まあ、なんか一時期封印してたものだったんですけど、うん、ちょっと前でもないか 2,3 年前ぐらいに引っ張り出してきたら、はい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 、すごい合ってるじゃんみたいな、その AG のライドと、うん、すごい溶け合ってるというか、なるほどなるほど、叩いてて馴染むものだったんで、うん、あとこのセットいいのはあれですよね、
シンバルスタンド追加しなくてもチャイナっぽいサウンドが出るとか。ああ、そうだね。それはあの俺のね、俺が自分でやったセッティングのさ、10インチのスプラッシュを重ねるっていうのと、はいはいはい、コンセプトは似てると思う。そうなんですよ。うん、わかる。そう、ここはね、つまりこう普通で言えば16のクラッシュだ、はい、これやっぱ普通にクラッシュして使うじゃん。こうね、パーンとパーンとパーンと使いますね。で、ここもね、まあここはライドとして基本使うわけじゃん。で、よくさ、初心者セットのドラムセットとかさ、はい、ここないじゃん。そうなんですよ、ね、安いドラムセットとかシンバルついてますけど、ここないじゃん。ないっす。で、確かにそうなの、クラッシュとしてのこことライドとしてのここで、なんならエッジを叩いてここもクラッシュ的に使えば、うん、もうここのクラッシュってそんなに意味ない、意味ないっていうか、ちょっと余っちゃうんですよね。余っちゃう、ね、そう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 。だからここに特殊な音を求める人って割といるんだろうなって俺は、うんうんうん、実際俺も求めてるし、トッシー君求めてるじゃん、ここに対して。そうですね、あんま使いどころないんだよ。あるようで、あるようでないから、そうそう、普通のクラッシュを置いちゃうとつまんない、うんうん、別にあってもいいけどなくてもいいなくらいのさ存在感になっちゃうんだけど。そうですね、でもここをちょっとエフェクトシンバルっぽくすることで、ここをちょっといざという時のアクセントとして使えるっていう面白さがあるっていうのは、これはやっぱ共通してるところね。そうですね、コンセプトで似てるところというか、あの同じところが同じ方向に、そう、ね、意識してるというか、そう、ね、うんうんね、機材中と機材中じゃない人でもやっぱそこはやっぱドラムセットに対する認識はやっぱそこなんだよね、あるね。え、ペダルなんだけど、俺は踏みやすいわ、すごく。そうです。でね、ちょっとあれだね、あんまセッティング自体がこう何返ってないというか。ああ、そうですね、ビーターをちょっと普通さ結構ねもうちょっと返ってるんだけど、普通のセッティングノーマルくらいだとちょっと浅めにセッティングしてあるよね。そうですね、浅めにセッティングしてはいますね、間違いなく、うん、確かに、うんうん、そうそう、なんか俺はなんかあんまり気にしないで普通のっていう感じでやってるから、もうちょっとグイッと跳ね返ってきてる印象なんだけど、好みな部分はあります、やっぱり、はい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 、そこに関しては。はい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 。まあね、もうちょっと返ってると踏むのにもうちょっとパワーが必要なの。うん、うん、だからある程度楽に踏めるセッティングだよね。そうですね、あと裸足ってのもでかいかもしれないですね。あ、確かに、ちょっと俺も靴下でやってみていい？確かにこっちの方が、裸足の方がさ、ちょっと返りがっていうか重くなるし、うん、重く感じるから、そうするとちょうどいいかも。ってことは、多分もともとのペダルは重めなんだろうなってのも伝わってくる。そうですね、5000と9000なんで、元から使ってたやつが、もともと軽いペダルではないので。はい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 。なるほどね。全然いいね、ジブラルタル。なんかもっと俺変な癖があるタイプなのかなと思ってたんだけど、勝手に。そうですね、僕も海外のメーカーだとやっぱりアクシスとか、うんうんうん、そっちの雰囲気があったんで、うんうん、なんかもっとオートマチックというか機械的な、なんか良くも悪くも踏みにくいみたいな感じなのかなって思ったから、結構ペダルとして欲しい感じの雰囲気が全部揃ってるようなもので。確かにね、それは思った。なんか素直に、一番なんだろうね、全然素直に答えてくれる感じというか、普通の、だから俺もさ、こういうありもののペダルをよく使うから、ありもののペダルだと、まあ、普通のやつが多いわけよ、よく悪くも、うん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 。その普通のやつの感じで踏めるから、まあ、全然いいなっていう。はあ、面白い。じゃあ、ここからブラックビューティーやっていいですか。どうぞ、どうぞ、どうぞ。まあ、今ちょっとこれを軽く。確かに、多分このクラシックサターン RMV ってこのヘッド自体が、はい、多分これリングメイトだもんね。そうですね、リングメイトと同じですね。うん、だからちょっと余韻を抑えてる感っていうのはあって、あんま倍音が広がらないようになってるのかなっていう、この表の感触がね。だから比較的だ、ピッチはそんな低くないもんね、今。そうですね、別にね、すごい低いってわけではないです、うん、
そうね、あの超ハイピッチでもないけど全然パンパンと張ってるんだけど比較的なんか嫌な倍音が少ないっていうか、はい、うん、やっぱりその銅が深いとどうしても鳴りはするんで、はいはい、あの嫌な部分の倍音も出ちゃいはするんですよね。あ、なるほどね。だから逆になんかピッコロとかが好まれてた時代があるのも全然わかるんで、そこの部分はあのやっぱあのあるものを削る方は正直難しくはないんで、知識であればその方向でやってますね。なるほどなるほど。じゃあちょっとこれ全体的に上げてみていいですか。どうぞ。そのだんだん硬い音にはなってきたね、うん、まあ確かにさっきのトッシー君くらいのチューニングの方が良かったのかも。これで言うとね、あんまりこのヘッドとこの相性でこうあんまハイピッチにしすぎるとあんま気持ちよくないかも。そうですね。じゃあちょっとここからのさっきのさ俺の作戦やっていい？どうぞ。ここだけめっちゃ落としてどうなるかですね。そうそうそう。だつまりローピッチ気味でちょっとやってみるってこと、うんうん。で俺もともとブラックビューティーの音が好きになったのはこのローピッチ目の音がかっこいいなっていうので、ローピッチでもちゃんと抜けてくれる音してますもんね。ああ、そうだね、そうだね、ちょっとやってみよう。なるほどね。あの抜ける、確かにあのちゃんと余韻もあるしさ、はい、ズンバウンバウン、あの単音だけ聞くとちょっとあんま音良くないのかなって。今のね、はいはいはい、この多分ヘッドの相性もある。あの俺コーテッドが好きやけど。なるほど。そうそう、コーテッドのザラッとした音が好きなのもあるけど、ちょっとパコパコっていう感じはあるのかなって思いながら、でもあのハイハットの音とかと混ざると全然気になんない。まあリムショットのね音が気持ちいいわ。あーなるほど。いいわいいわいいわ。多分これ大音量の中でこれにしても全然抜けてくると思う。そうですね、マイクで拾いさえすれば普通に抜けますね。そう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 、ローピッチのズドンズドンズドンっていう感じがしっかり出てるんで。あ、最初買う時にあの僕あの時バカだったんで、銃弾みたいな音をするスネアが欲しいですって言ったんですよ。発砲音みたいな。ああなるほどね。最初オレンジカウンティってメーカーを勧められたんですけど、はい俺もそれも一番欲しい。俺世代だもん俺の好きなドラマーがそれ使っててさ、うんうんうん、ただなんか手出るものじゃなくて、そんだったらと思って自分でスペック調べて一番それができそうなものをまず最初に買ったんですね。なるほどなるほどなるほど。銃弾みたいな音か。できるっていうのは分かると思うんですよ。狙えるっていうのは。確かに確かに確かに。そうね。なんならそのさっきの僕のハイピッチよりもうちょっと上げて、うんうん、スナッピーも上げてちょっと調整すればそれっぽい音になるんですよ。ああ、中段ね。え、あれ9ミリとか、まさに中段だけど。9ミリもそのままっすよね、あれは。うん。
9ミリの音も結構狙ってるよね。あ、絶対狙ってますね、あれは。やっぱ自分たちのバンド名ね、銃弾みたいな、ちょっと銃弾みたいな音しようぜみたいなさ、はいはい、あのセットもアクリルじゃん、ラディックの。そうですね、ミスタライトで。なるほどね。だからあのアクリルのスネア持ってんだよね。持ってます。だからああいう音でしょ。そうです、好きなの。うん、はい、分かる分かる分かる。それをね、イメージしてるんだなっていうのはすごい伝わる。最近の好みが、うん、まあ、その耳がこなれてきたというか、あれで、あのハイがうるさくない方が好みになってきたんですね。うんうんうん、銃弾みたいなその破裂音感はあって、うん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 、なおかつその下に抜けていく感じの音が欲しくって。なるほど。要は何だろうな、余韻もうるさくなくちゃんと下に抜けていく、落ちていく音が好きだったんですね。うんうん、スコンスコンっていうとか、うん、スタンスタンっていうような、パンパンじゃなくて、って音に変わってきたんですよ。なるほど、イメージが。はい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 、はい。で、その時に銃弾の音みたいな雰囲気を残しながらってなった時の組み合わせが今こういう感じになってます。確かに確かに確かに。わかる。銃弾みたいな音ともパンパンパンって破裂音みたいなね。そうなんですよ、ね。うん、これはそうですね。の割にはちょっと低いですよね。そうだね。確かに確かに。やっぱこの不可動だからね、うん、こう低いところの余韻がしっかり出てるから。はあ、なるほどなるほど。すごいね、やっぱ自分の出したい音ちゃんと全部説明できるんだ。それはできないと、あのこだわってる意味がなくなっちゃうんですよ。確かに確かに。なんでこれやってるのって言われた時に困っちゃったらダメなんですよ。なるほどね。